爽やか。社長の年収を聞いてみた。ああ、そうです。年収で言えば平均年収そんなわけないだろ。本当ですね、社長。コンビ、俺はコンビが好きだから。これはクロムハーツだね。クロムハーツでしょ。全部セット。違う違う、これだけで、チェーンだけで。これひぃ爽やかとなんか騒がしいね。騒がしいと。騒がしい。本当に。だから坂本ちゃん好感度が上がるんか。そう、このこうやって爽やかに言ってみたらいいんじゃない、自分も。爽やかに言ってみたらいいんじゃない、入り口を。それなんか爽やかじゃない、全然。お疲れ様。かっこつけてるだけだけに。ですよね。爽やかとはまた違う。坂本さん何節見た、あなたが爽やかってる時。ほら、爽やか。まだ僕じゃないの。全然違う。今日は一体何の何ですか。今日は、はい、あのご指名があったので、はい、西村忠さんから坂本さんというご指名がありましたので、社長の年収を聞いてみた。ああ、そうです。年収、はい、ただしもなかなか言わなかったけど、はい、まあ結構、まあでもちょっとずつなんか出してってくれたですね。いろいろ小出しで。いや、僕なんかもう大したもんじゃないですよ。知れてます。本当にもう小じきみたいな性格で、こういうところで好感度上げてくるんだ。そうですね、こんなゴールドばっかつけられてるのに。金魚からの体の声が本当に大社長のこう金魚の糞みたいな。結構全部のだけなので、そういうところがうまいな。それそうやってたらカーシーに暴かれますよ。マジカーシーっていう。カーシー、カーシーチャンネルがあるんだ。そこはどんな仕事ですか。僕はまあ海藻業です、ね。海藻業。はい。まあトラックで機械を運ぶっていう。機械、重機とかの。重機、そうですね。重機とか。食い打ち屋さんの部材とか。あ、材料とか。まあまあ鋼材とかも全然。何でも乗れば何でも運びます。あ、あれ運べるの。結構あれ自体するでしょ。まあまあ、まあそうだね。今だとまあ10年落ちでも1000万近くしたし、ちょっと値段も上がって、あ、そんな、700、800万からって感じかな。1000万ぐらいは。それ何台持ってる。まあ一応3台でやってます。それだけでも3000万ですよ。それ、そんな方がご時期ですとか言うんですよ。年収で言えばどうだろう、平均年収、今の、ちょっと毛が生えたぐらいかな。どういうこと。で、まあ、平均年収が今450万だとする。そんなわけないだろ。本当ですよ、本当ですよ。社長本当ですよ、すごい。どうぞ、嫌だったぞ。一応 YouTube 舐めるな、カーシーは。怒った分、カーシー怒った分、何がって。平均年収にちょっと毛が生えたぐらい。毛の生えたぐらい。バカちょっとの毛じゃない、もう毛がボーボーですよ、もう。違う、たしきゅうぐらいボーボーだろ。いや、本当にそんな、ちょっとで。そんなことないでしょ。普段は、まあ、何やってたんですよ、社長業で。あ、もう自分でドライバーやって。もちろん。あ、やるの。うん、ドライバーちゃんと。たまーにでしょ。そうだね、まあ仕事がこうバーッと重なった時に、なるべくやっぱこう、従業員に、今雇って、うちの仕事やってくれてる人たちにこう行ってもらって、歩合戦でやってもらってるので、あ、一軒いくらみたいな感じで。そう。で、なるべく多くの仕事を渡さんと。あ、じゃあ結構稼げるね。そう。結構電話とか営業とか。そう。ちょっと暇なんですとかいう電話もするし、なんかないですか。なんか俺、毎日飲んでるようなイメージがあるけど。そんなことないですよ。トレーニングばっかりやってます。あ、そうか。普段筋トレか。そう、普段筋トレです。筋トレは何、昼、夜、どっち。夜。昼でしょ。夜。本当に夜ですよ。いや。昼間なんか別に正直イメージいいんだよな。めちゃくちゃのイメージ。じゃないけど、ゴルフとか行っても、絶えず電話やっぱしてるし。ああ。そのイメージある。段取りはしてるじゃん。まあ、電話してるけど。それが仕事ですからね。逆にそれが、電話さえ出ればどこでも行けるみたいなイメージがあるんだよね。まあ、どうしてもこう自分の体が、遊んでない時っていうのは、もうこうそうして回すしか、ないよね。で、休みに行ってるわけだ。そう。今認めたよね。そう。感謝そう、どこでも聞いてきていいよ。どこでも聞いてきていいよ。あ、分かれてますね。そういうことだろ。でも、だって電話で喋ってると、トラックが動いてるでしょ。
まあこう浮き沈みはあるけど、うん、まあ、平均付近にやっぱりそれなりに動いてるでしょ。動いてるってことは推測するに優秀結構あるな。カーシーが推測するみたいな。推測するにまあまあ金は使えるな。だから、でも全ブラの主張を取れます。真っ黒初めて見たね。あ、これディスクだよ。でも、まあ、もう10年ぐらい来るんじゃないかな。でも絶対ブランドの T シャツですからね。絶対ブランドの服じゃん。しかもルイ・ヴィトンとか、あ、ディオールとか、ディオールとか、これなんて絶対10万ぐらいするでしょ。もっとするでしょ。あの、僕お酒も飲まないので、うん、確かに そこに お金を使うんですよ。でもいつも置いておくんで、だいたい割り金払っておくよね。お酒飲まないで金使わないから関係なかった。関係ない、店同じとこ行ってんだから。割り金払わされてるから一緒に。まあでもね、まあ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 、それは安いとこじゃん。まあ安いとこしか行かんねえわ。ゴルフ行くって言っても1日行って、あ、1日遊んで1万円ぐらい。まあまあそうだよね。いや、サラリーマンさんも言えるな。まあそうですね。1日って1万って言えるか、サラリーマン。まあそう、ゴルフ行く平均年収にお前毛が生えたぐらい。それ全部小遣いじゃないからね。まあまあ、そうだね。生活費があるでしょ。生活費もあるね。ご飯とか食べながら1万円は消えたでもな。ご飯なんて本当にご飯と水汁と1本漬物しか食べない。え、全部そう。なるわけねえだろ、お前。このご飯でこの体だったらみんなやってますね。ライスと味噌汁と漬物でこの体だったら。でも僕なんか本当大したもんじゃないですよ。大したもんじゃないですよ。そういう一言やばいからね。言ってそこそこ、まあ、稼いどるでしょ、俺見てると。まあ、稼いではないけど、うん。まあ普通に生活ができるレベル。普通の生活じゃない、絶対。カーシェは巡っていけど。じゃあ、まあ、あなたはまあ、逆から攻めようか。そうしようか。これだけの筋肉。はい。これだけのフェイス。はい。で、このだけの優しさ。はい。女もほっとかんよね。いないっすよ、いないっすよ。女もほっとかんよね。いないっすよ、いない。付き合ってる彼女はいるよ。うん。他には他には、うん、いや、ゼロです。ゼロです。ゼロです。そんなのだな。でも、ここ、前にも公言したと思うんだけど、うん、フォロワーさん、うん、まあ、インスタとか、うん、そういうのフォロワーさんが、もし、こう、DM 送ってくれたら、うん、絶対に返します。うん、あ、そう、言ってたね。絶対に返します。男性でも女性でも関係なくね。あ、そういうこと、うん、100% 絶対に返します。あ、そう。はい。何かは返します。あ、スタンプだったら返さないよ。あ、そういうこと。うん、文字、もうこう文章を入れてくれたら、うんうん、は 100% 返す。それすごいね。うん、絶対に返す。もう返しよう。なるべく返すようにしてるけど。なるはやね。なるべくね、その返す内容があれば返すけど。うん、とにかくまあこう。あ、でもわけわかんないですね。ああ、あるある。そういうのとかもちょっとスタンプにしちゃう。無視するわけにもいかないし、でもこれになんて返そうってなったら、うん、スタンプにして。スタンプとか。まあでも送ってくること自体嬉しいもんね。うん、まあまあ嬉しい嬉しい。女性から来るでしょ。あ、来る。女性からも来るし、うん、なんか全然女が、なんで来るんだろうか。まあ、だいたい8人ぐらいだよね。8が男性で、2割女性。うん、まあでも男性のが視聴者も多いですからね、やっぱり、うん、俺視聴者と同じぐらいかな。視聴者でも低いから、視聴者うち YouTube の視聴者だったら女性 5% ぐらいだし、比率が 5% なんだ、うん、ってことは10人、まあ、20人来て1人女性が。ああ、そうだね、20分の1だね、うん、そんなだけ来るか。大体2割ぐらいは女性の方もこう YouTube 見てます、応援してますって。うん、何それ、食事行こうかって言った食事でもどうですか。あ、まあ、名古屋来た際もお茶でもご馳走しますよぐらいはこと言うよ。アイフォンで拡大鏡。いや、それはでも。トントントンって作業して、拡大鏡でインスタの丸いとこ広げるの。ちなみに、じゃあ一番高い買い物は？一番高い車？車、あ、そうです。うん、時計と身につけとるもんね、一番高いのは。一番高いこれ時計なんでしょ、レイトラでしょ。レイトラ。頑張りますでしょ、つなぎますよ。これ、いや、うん。いや、そんなシーンよ。コンビ、俺はコンビが好きだからコンビにしたんだけど、うん、当時で150万とか、うん、その、うん、もう十何年前、今は180万ぐらいじゃないかな。上がってるんだよね。うん、あの、定価がちょっと上がって、で、プレミアってやつがついて、多分250万までいくかな。嘘か本当か知らんけど、タイタニック号ってあったじゃん、うん、映画で。
あのタイタニックがこう今100年後ぐらいにこう発見されて、揚げてこう中のものを、うん、で唯一生きとったのがロレックスだっていう場所もあるぐらい。マジ？うん。もう使えた。そうそう使えたっていうの。それぐらい強いっていう。そうなんだ。そうそう。なんかもう坂本さんの話なのに違う知恵袋話になっちゃったよね。気づいたら。押しすごい坂本さんのが上手だよ。これだったらでしょ。これはクロムハーツだね。クロムハーツでしょ。これはね、160万ぐらい。計より。嘘でしょ、うん、これ、うん、160万これ160万。ダガールドの。嘘、うん、マジこれは160万ぐらいだ。嘘、うん、これ22金って言って、純金とほぼ変わらんやつなんだけど。160万すんの、うん、これダイヤが入っとるとちょっと高い。でも300万ぐらいするやつもあるし。いやー、マジ、うん、ブレスレットなんかほんと1000万とかする。これブレスレットじゃん。これクロムじゃないの。あ、そういうこと、うん、これはクロムじゃないから、まあ、30万ぐらいなんだけど、うん、それでも30万だけど、うん、一番高いのでもこれですか。それいくらするの。これ全部っとった、ね、うん、クロムハーツのこのタイニークロスっていうやつ、ベビーファットとか、うん、それいくらするの。これは俺が買った当時は60万。全部セットで。違う違う、これだけで。それ、え、チェーン、そのチェーンっていうか、そのあれもなしですか、うん、これ、チェーンだけでこれ30万ぐらい。頭痛いくなってきたな。で、これ今ね、値上がりして今100万ぐらいになってる。いやっば、うん、これ全部合わせるともう200万を超えてる。チェーンも入れて。チェーンも入れて。信じられん。まあ、一生もんだと思って。まあ、そう考えたら大変そうだな。まあ、そうだね。サラリーマンの平均年収では、ね、ちょっと毛が生えただけですからね。いや、もう本当はもう溜め込んで生活切り詰めて溜め込んで毎日お茶漬け食べて。もうそんな体にならないですね。まあ、大体想像ついたんじゃない。言わんけどね。カーシー頑張ったよ。サラリーマンにちょっと毛が生えただけじゃない人っていうことは多分分かってるかなと。サラリーマンは毛ざましかない。でも社長とかのこと考えてる。サラリーマンとかじゃなくて、ね、そう。ありがとうございます。誰か指名ありますか。次の指名。あ、喋らしたい。じゃあまあ、ただし僕と来たらやっぱ木下。オッケーで。でも木下ちょっと花火なんかこだわってるもんなさそうだな。なさそうだよね。お酒に使ってそうだわ。お酒だ。お酒と。ギャラ飲み。ね、やつは女の子好きやからね。そう、なんかその服とかその物のこだわりよりも、また坂本さんとは違ったところにお金をかけられてる方を、次はね、ぜひ。俺は気になるのかな。ゲゲゲだ、ちょっと面白い。面白いけどね。出てくれますかね。今ちょっと謎多き男っていうか、いや、持ってる人知らない。なんか相当持ってる人、あの、ちょっとサングラスかけて、名前も伏せた状態で、ね、ちょっとそこ一回ちょっとチャレンジしてほしいなと思いますね。確かに確かに。ダメだった場合は来ましたっすね。ダメだったらバンザーできるし。補欠強い。補欠できるそれは面白い。はい、じゃあ視聴者皆さん、はい、ちょっと宣伝ですけど、足場の資材購入してます、はい、ぜひまたインスタとか連絡くれたら購入します。それと、第3土曜日に、実習生組合事業やってるんで、そちらの理事が第3土曜日に、もう変な営業とかじゃなくて、セミナー、こういうことあるよとか、質問形式とかでやってるのかな、で質問したりとか、まあ、実際どういうものだよと、実際俺も知り合いがなんか、聞いてみたいとか、って連絡来るから、うんうん、ぜひ、こちらの参加の方もよろしくお願いします。お願いします。お願いします。せーの、はい、また見てねそういうのがダメなんだよ、多分。爽やかとかじゃないもん。芸に走ってきすぎて。だからなんかかっこいいとかのキャラじゃなくて、お笑い系のキャラになっちゃって、いじられてるんですよね。二十歳の説教、壊れたくねえ。説教じゃん。なんか思った感想。よっしゃ。かっこいいって思われたいならであるわって感じですよ。